国会では予算委員会が開催され、野党側が来週から GoTo キャンペーンをスタートさせることについて閣議決定の趣旨に反していると追及しました。閣議決定は明確に国民の不安を払拭した後であり、コロナの感染症拡大が収束した後であります。この決定を覆していることになりませんか。5月の25日に緊急事態宣言の解除をいたしまして、この大きな流行を収束させることができた。感染防止策を講じながら経済社会活動との両立を図っていく段階。さらに西村大臣は明日専門家の会議を開催することを明らかにし、専門家の意見も踏まえて GoTo キャンペーンについて判断する方針を示しました。国民民主党の馬淵氏は不安の払拭どころではないと述べ、今キャンペーンを実施すべきではないと批判しました。